東古墳から西古墳を望む三両母古墳群三両母古墳群の一三両母古墳群は奈良県奈良市杉南の象徴にある古墳群。三基が奈良県指定史跡に指定されている。奈良県東部奈良盆地の東の山和高原の杉盆地において杉の岳から北に伸びる小丘陵上に映像された古墳群である。前方後円墳一期、円墳二期の 計算機から構成される。これまでに東古墳では墳球について、西古墳では主体部、墳球について発掘調査が実施されている。3基のうち東古墳は墳球長110メートルを測る大型前方公園墳で、告げ盆地引いては大和高原、宇田地域では最大規模になる点で注目される。また西古墳では 多数の盾串など豊富な副葬品が検出されている。映像時期は、古墳時代中期低行期の5世紀前半、5世紀後半、6世紀大頃と推定される。被送者は明らかでないが、西古墳、東古墳は、げ盆地の主張墓と想定され、古時期、日本初期に見えるげただし、統計国造との関連性が指摘される。期の古墳は1996年に、 奈良県指定史跡に指定された。現在では、西古墳、東古墳は、史跡整備の上で、三業母古墳群史跡公園として公開されている。西古墳は、古墳群の内西に位置する古墳。形状は円墳。1951年1995年に、墳球、主体部の発掘調査が実施されている。墳形は、円形で、直径約40メートル。 高さ約5メートル、噴頂部の直径約16メートルを測る。噴球は一段築成。噴球表面では、吹石のほか、円筒波に割れ列が認められる。主体部の埋葬施設としては次の2基が検出されている。副葬品のうちでは、縦串が多量に認められる点が特筆される。築造時期は、噴球第1主体部が古墳時代中期の5世紀前半頃、 第2主体部が5世紀中央頃と推定され、東古墳に先行する主張部に位置づけられる。東古墳は古墳群の内東に位置する古墳。これまでに明治末年に発掘されているほか、墳球の発掘調査が実施されている。墳形は前方後円形で前方部を正方に向ける。墳球は三段築成古墳の規模は次の通り。 噴球の第1段目は、地山成形により、2.3段目は森土により、構築される。噴球表面では、吹石のほか、円筒派庭列、継承派庭が認められる。主体部の埋葬施設は、未発掘のため明らかでない。副葬品として、銅鏡二面、玉類、鉄製武器、工具類の多数湿度が伝えられる。築造時期は、 古墳時代中期の5世紀後半頃と推定され、西古墳に続く主張母に位置づけられる。南古墳,墳、墳旧南古墳は古墳群の内南に位置する古墳。形状は円墳。これまでに発掘調査は実施されていない。墳形は円形で直径約16メートルを測る。古墳時代後期の6世紀頃の築造と推定される。ありがとうございます。